なおねえのグループのね、ともさんが作りはった歌にめちゃくちゃ感動しまして、この歌ほんまに昭和やなっていう感じなんですけど、これを聞いた時にすぐにともさんに連絡して、歌詞とコードとちょっと欲しいですって言ってもらって勝手に歌っております。はい、おっさんの歌聞いてください。あの頃君が話したのは叶ったのかな、俺も頑張るからなんて言ってたけれど、それさえ忘れてあれから何年経つんだろう、俺はまだ旅の途中、年々矢のごとく流れる時に焦りを覚え、青春時代が過去のことだとは認めたくはなく、いつも何かに追われて気がつきゃ白が白はたるみ、それでもくすぶる熱いこの思い、ああ大人なんてつまらないと思ってたあの頃、ああ結構楽しいぞ、膝や肩の腰が痛くても毎日汗と油にまみれるおっさんだけど、これでも週末ギターを抱えて歌ってるんです。俺が人と関わる唯一の手段だけれど、俺の青春そのものなんです。この年になって将来の夢はおかしいですか、老後のことより今を楽しむ自分がいるんです。悲しいこと辛いこと消えてしまいたいこともあった、でも生きてりゃこうして笑い合えるんです。ああ大人なんてつまんないと思ってたあの頃、ああ結構楽しいぞ、ふさふさ前髪がなくなっても大丈夫、まだまだいけてるだろう、ナウナヤングにも負けないぞ、時代の流れに戸惑いながら今日も生きている、大丈夫、まだまだいけてるだろう、ナウナヤングにも負けないぞ、時代の流れに戸惑いながら今日も生きている、今日も生きている、今日も生きている。ありがとうございます。マイドリームがね、できまして今年で8年になるんです。もうほんまにね、この仕事になって、やりだしてからほんまに1年2年ってお客さん来なかったんですね。でイベントもほとんどなく、オープンしてすぐに、まあ稽古組と構造組の対抗ライブっていうのを始めただけで月に1本しかなかったんですね。でまあちょっとプロの人もと思って呼んでも半年に1回ぐらいしかそういうライブもなかったんです。ほとんどなくて、もうほんまに3、4年前まで土曜日に僕と曽根さんと山本さんと3人土曜日の晩、いつもこのメンバーです3人で何しよう、お客さん他にいないから3人で舞台に乗ってるんです。でもうずっとここで3人で演奏してる。で終わってから今日も誰も来えへんだなとどうしよう。で曽根さんが俺もちょっと奈良の柏の方の
ちょっと行ってよその店で友達になってくるわと、山本さんも奈良の方行ってちょっと友達作ってくるわって呼んでくれて、1人増え2人増えで、だん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 人が来てくれるようになってね、結構人が集まるようになって、そのうち割と知られるようになって、やっと今はね、いろんな人が来てくれるようになったんですが、ほんまに3年ちょっと前までは曽根さんと山本さんと3人やった。もうほんまに2人には感謝しております。ありがとうございます。それで、まあ、今年8周年を迎えることになりまして、まあこれからも頑張っていきます。マイドリーム聞いてください。ところはどこにもないさ、ただ誰かの風が吹いているだけ。夢はいっぱいあるけれど、叶わないことは分かっている。明日はまた多分来る、だけどまた同じ繰り返しの朝。大切な何かを見つけるために、今夜も誰かに歌いかけることしかできない。見上げる空は晴れ渡り、今夜は星も見えるだろう。幼い「かけた夢はまだ夢の中」照らす明かりを一つ私にください。歩き続けて歩き続けて、何かが見つかると願って「これから歩く大地となる」「大切な何かを見つけるために」「こ
今夜も誰かに歌いかけることしかできない。ありがとうございました。